ギターボーカルやってます。コバトミクですぽー。ボーカル佐伯です。はい、ギターの花見です。ドラムの茜です。ベースのミサです。熊本皆さん初めて？わあ、2回目です、ね。2回目か。そういえばインタビューさせてもらいましたもん。そうです、ね。ひどいですね。初めましてでしたっけと思いましたけど。2回目ですよね。僕いろいろ言っちゃってちょっとね、うん、ダメだったんですよね前回のインタビューで、ね、先日はねいろいろ僕も失礼したので、うん、今日はみくちゃん熊本地元ということで、うん、みくちゃんのルーツをどういうとこでこういう風になったのか、こういう風になったって言って失礼ですね。だから失礼ですから前回もなかなか失礼でしたけど失礼ですぽ。あと恥ずかしい方着替えていいんで大丈夫ですか。恥ずかしくないっぽ。メイドさんなんでみんな大丈夫ですよ。はい、じゃあそれでは回ってみたいと思います。レッツゴー。さあ今回はみくちゃんことコバトミクのルーツをたどりつつ熊本の街を散策します。みくちゃんとコバト、メイドとメイドルーツというのは熊本にどういうものがあるんでしょうか。コバトがもともとメイドさんを知るきっかけとなった働いていたメイド喫茶があるぽ。熊本にもう潰れちゃったんだぽ。コバトが辞めるときというか、コバトが出るときにもう一緒に閉店みたいになったぽ、うん、じゃあ稼ぎ頭だったってことですよ。そう、まあ、でもずっといたぽ、うん、覚えてます。行ってみましょうか。覚えてますぽ、ね、行ってみたい。そのビルだけでもね、はい、どんな感じかね。こんなやつがいたとこを見てみたい。メイド喫茶で働いたことある人？めっちゃ興味ないんじゃやっぱり。いやいや、でも私は興味ありましたよ。ねえ、高校生の頃メイド服着て、あの学園祭とか出てた子ね。そのちょっと目があるんだね。はい、仲間。仲間。ゆきさん、店どうですか？覚えてます？覚えてますか？はい、こっちですかね。酒場通り。やりすぎっぽ。コバトがお酒大好きなんで。そうなんです、お酒だからだからなのかなみたいな、もともと選んじゃってたのかなと思って。さすが、あ、いったぞ。もうこうです。無料の名刺は抜けない。いいですか、なんかすみません。違う、待って、メイドキスやってた頃はここは無料案内所はなかったっぽ。なかったっぽ。1階が2階だったっぽ。あまりの変わりように本人はもちろんメンバー爆笑。じゃあ上にどうぞ。違うっぽ。僕だ、ミクちゃんの音楽のルーツ辿ってるけど、これ蓋開けて大丈夫だから。蓋開けて大丈夫だ。ヒヤヒヤします。問題ないっぽ。大丈夫ですぽ。ちょっと小鳩も不安だけど。ミクちゃんも気になったのか、恐る恐る覗いてみることに。大丈夫かな。突然のメイド姿にお店の方も言葉を失います。おお、全然変わってるっぽ。みくちゃんはですね、熊本出身で、はいはい、元々この店舗で働いてたということなんですけど、はい、元々メイド喫茶ありました？なかったです。やばい、風俗してる。おい、バレてんじゃねえか。これなんか聞いてらっしゃいます？前はどうだったの？はここがテキーラバーっていうところまでは聞いてるんですけど、その前がわからないですね。じゃあやっぱり少し変わってるんで、何年前だっけ？7年ぐらい、7年8年ぐらい。じゃあ変わるかもね。でもここの壁とかそのまんまですぽ。ここはいじってないんです。そうですよね、ここの壁そのまんまですぽ。白壁がね、こっちではなかったぽ。わかりました。仕込み時間にもかかわらず気さくに対応してくださるご主人で良かったです、本当に。この辺り食べに行ってたなってなんかないですか？うん、そうですっぽね、あのケーキ屋さん、うん、スイス。はあ、熊本にねスイスがあるんです。スイスというね、もう熊本県民は全員知ってるケーキ屋さんがあって、そうケーキとか大好きなんです。ケーキ大好き。大好きです。でなんかみんなお腹すいてそうだからね、うん、あの買って後でちょっと食べましょう。やったっぽ。スイスによく行っていたというみくちゃん、早速訪れることに。じゃあここ。ここですぽ。スイス。コバトがよく行ってたぽ。てか忙しさ的に大丈夫ですか？いや、そんな知らない。あ、分かりました。まだお店ね入りますっていうのちょっと僕聞いてこようかなと思って。アポなしな。
はい、家だって言われたらすいません。頑張ってください、はい、ちょっと行ってきますね。はい、いってらっしゃい。ポー、これ熊本の店ならどこでも行けるってケーキ取ることですか。これで行けなかったらサイちゃんどうする。ポー土下座だね。土下座までさせちゃうの。ちょっとそれ見たいっぽ。部長様に確認いただいております。庄司の土下座か、それとも取材許可が下りるか、果たして一体どうなる。結果は後ほど。バンドメイドのために取材交渉に行ったっきり戻ってこない庄司。お買い物させていただいて、そこを回させていただきます。おっしゃっていただければ。でも笑顔、笑顔、すいません、お願いします。あ、庄司が出てきました。果たしてどうなったのか。すごい、こんなちっちゃくもう不安そうなんかうるーんってしてるのみんなで見てましたっぽ。よかったですっぽ。では美味しそうなケーキいっぱいなんで選んでみてください。行きましょう。すごっぽ。すいません、お邪魔します。お邪魔しますっぽ。皆さん一個ずつ選んでください。もうチョコレートにいったっぽ。知らぬいって何なの。知らぬい。戻ってきた。デコポン。これとデコポン。フランボワーズするっぽ。フランボワーズ。そう、私、知らぬいタルト。はい、マールショコラ。じゃあ、サバマールショコラ。サクラマスカルポーネがいい。僕推しの。あ、じゃあやめる。いちごのゴロゴロタルト。あ、じゃあいちごのゴロゴロタルトを一つ。偉いですね、みんなバラバラの違う種類を。やっぱ好みがそれぞれ違うんだっぽ。個性がね。ありがとうございました。ありがとうございましたっぽ。続いて訪れたのは熊本女子に大人気のお店。大人気、大人気。皆さん見てよ、並んでるでしょ。並んでるっぽ。しかもなんか若い、若い、若いね。タピオカとスムージーを組み合わせた飲み物として話題になり、今でも10代から20代前半の女性に大人気のタピキング。これ食したことはもちろんある。何度もありますと。そういうと僕飲んだことないんですよ。恥ずかしいから。そうだから今日みんなと来れてすっごい嬉しい。ジョージお前さ、一度味わってみたかったってバンドメイドの皆さんを利用すんじゃねえよ。じゃあ皆さん注文お願いします。どうぞ。ヨーグルアンニー、オレオストロベリー、抹茶だったけどチョコバナナで、チョコバナナで。あ、カラフルじゃん。タピオカカラフルじゃん。綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。いただきますっぽ。美味しいね。うん、めっちゃアンニー、めっちゃオレオストロベリー、めっちゃチョコバナナ。ありがとう、優しいね。タピオカ、あ、入ってると、もっと美味しいですね。もっと美味しいね。なんかタピオカがちょっと柔らかくなって、これは10代好きだわ。うん、高校の頃もよく買いに来た友達とかと。じゃあね、なんかこれはみんな若者代表みたいな感じで食べましたけど、うん、次はもうぜひとも僕の世代で紹介させていただきたいものがあるので、うん、ついてきてくれますか。はい、行きましょう。そう言ってやってきたのは知る人ぞ知る熊本を代表する宝楽まんじゅう。なかなかツボなところに連れていくじゃない庄司。宝楽まんじゅうって蜂蜜がね、あんこに入ってて、で白あんと黒あんがあるんだけど、これはねもう本当にソウルフードなの。ソウルフードですね。小畑もちっちゃい頃から食べてたっぽ。食べてたよね。回転焼きとかいう名前を大きくなってから知りましたもん。そうでしょ。これ宝楽まんじゅうっぽ。そうそうそう。ありがとうございます。ぽすごい、ありがとうございます。で、中で持ってきてですね。あの、お金は清水の給金とかです。あ、はい、交換じゃないですか。交換じゃないですか。そう、一歩、そう、一歩。ありがとう。熱々だぽね。いただきます。ぽもちもちや。ハチミツだ。そう、言ってたよ。うん、食べた。
じゃねえか。こんなもちもちしてと思わなかった。どうですか、僕のおすすめ、おじさんのおすすめは。おじさんのおすすめ、おいしい。見方ができました。今日一嬉しそうですよね。バラを送りますので、家に。いらない。うまく気に入ってもらえて。これで熊本市内の街中をだいたいこうね歩いてもらって、まあ、上と下と上と下と、そしてルーツに行きましたね。そうすぐ近くと思います。すぐルーツのお店にね。ぜひ熊本出身じゃない他のミクちゃん以外の4人にはね、馬を食べていただきたいな。馬、はい、今日はね僕はね馬しゃぶをご用意しました。馬しゃぶ、馬しゃぶは食べたことないんじゃない。小馬ともないっぽ。小馬一押しの熊本のお店です。はい、どうぞ。さてさてやってまいりました。これがお話ししてました金の馬しゃぶ。金の馬しゃぶ、しゃぶしゃぶするっぽ。しゃぶります。しゃぶってください。なんかそれはいいよ、いいよ、いいね。いただきます。お出汁の味がしっかりしてるっぽ。何もつけてないのにすごい味が染みるっぽ。一瞬で美味しい。お肉が美味しいっぽね。さすがおまさん、美味しいっぽ。どうだった、久しぶりに帰ってきたというかね。うん、そうですよね。一つ思ったのは庄司さんは性格が悪いっぽ。うん。ほらみんな、ちょっと待って。ほらそこでバンドのさ、あれ合わせるのやめようよ。ね、みんな思ったっぽね。ほらいや、みんなどうだった熊本。うちの人が温かかった。町の人は温かかった。温かかった。ああ、そうです。なんかあんま冷ややかな目で見られなかった、ね、それはあるかもね。東京だとね結構、ややかな目が覚えてもらえる。そう、ね、若い人たちに番組名を聞いてもらいたいですね、うん、ぜひぜひ聞いてもらいたいと。そんな番組名、九州ライブありますね。ぽ、ありますぽ。教えてください、いつでしょう。はい、5月の26日、私たち九州で初のワンマンお給仕になるんだぽ。ワンマン、はい、あ、お給仕ね。はい、そうそうそう、ライブのことお給仕って言ってまして、5月の26日は福岡のビートステーションにいて私たちワンマンお給仕やりますので、ぜひそちらの方に九州のご神様を